ロムロートは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州中央部、ホーゲルスベルク郡の小都市である。市内はアントリフト川とオーヒャーバフ派川が流れている。市の南部には、ホーゲルスベルク山地の市脈がある。ロムロートは、北はアルスフェルト、東はシュバルムタール、南はフェルダタール、西はゲミュンデン及びキルトルフト境を接している。ロムロートは、 ニーダーブライデンバッハ、オーバーイコールブライ、ロムロート、シュトレーベンドルフ、ゼルの各宿からなる。ニーダーブライデンバッハは、812年に最初の文献記録が残る、最も古い区である。ルーメローでの村は、日本の古い街道、ディオトベクト・クルツヘッセンを通る、軍用道路が交差する地点に成立した。最初の城塞は11世紀にアントリフト川の谷に作られた。 谷の城はしばしば住民のいる村に隣接して作られることから当時すでに集落があったと推測される。12世紀前半に古い水城が建設された。その根立者はおそらく貴族のフォンロムロート家の祖先であったと思われる。ロムロート家はルートビヒフォンロムロートが1197年に立ち会い人として古田修道院の書類に初めて記録されている。 その後の世紀に、ロムロートの当時は重要な地位を占めた。ハインリヒ・フォン・ロムロートは、ヘッセンの元帥、ヘルマン・フォン・ロムロートは、聖ヨハネ騎士団のグレーベナウ管区長に就任した。さらに、ハインリヒ・ロクセイ、フォン・ロムロートは、ヘルスフェルト修道院の、フリードリヒ・スセイ、フォン・ロムロートは、フルダ修道院の修道院長を務めた。14世紀が深まるにつれロムロートや一門は、 衰退しロムロートの集落も遅くとも1408年以降は、ヘッセンホーハク領となった。1846年の人口調査によれば、ロムロートの人口は1100人であった。ロムロートの市議会は23議席からなる。資産次会は5人の市会議員と市長からなる。市長のビルギットリ・ヒトベルクは、 2009年9月27日の選挙で86.1%の票を獲得して再選した。図柄、金字に盾を横断する銀の目地の黒い壁。中央に強壁のある塔がある。盾の基部には小さな盾がある。その中は青字で金の爪を持ち、銀と赤が9回入れ替わる獅子が描かれている。解説。 黒い強壁が描かれた金の紋章は、貴族一門、フォン・ロムロート家に由来する。ヘッセンの死死は、ヘッセンへの貴族を意味している。ロムロート城、ロムロートは、アウトバーン A5 号線のプフェファーヘイインターチェンジに面している。また、連邦道 B49 号線、ツェルロムロ駅は、ホーゲルスベルク鉄道の駅である。ロムロート城内には、 ドイツ文化財保護財団の建築オーナー、建築家、工芸修復家のための教育機関である文化財アカデミーがある。ありがとうございます。